エリノア・オストロムは、アメリカ合衆国の政治学者、経済学者、インディアナ大学教授。2009年10月12日、オリバー・ウィリアムソンと共に、ノーベル経済学賞を受賞した。女性初のノーベル経済学賞受賞者。カリフォルニア州ロサンゼルス生まれ。オストロムは、公共財および、共有資源を研究した。公共財や CPR の管理について、 それまでの政府か市場が対処するという主張に意義を唱え資源を管理する効率性は市場でも政府でもなくコミュニティが保管的役割を果たした時に最も効果的になることを示した。オストロムは公共財および CPR の自主管理において長期間持続する制度には次のような設計権利があると論じた。教会 CPR から資源を引き出す個人もしくはその家系と CPR の境界が明確である。地域的条件との調和、占有ルールが供給ルールと調和している。集合的選択の取り決め、運用ルールの影響を受ける個人の大多数は、運用ルールの修正に参加できる。監視、CPR 条件と占有者を検査する監視者は、占有者に対して責任がある。 段階的制裁、運用ルールを侵害する占有者は制裁を受ける。紛争解決、占有者間もしくは占有者と当局者の紛争を解決するために安価な費用の地方領域に接する。組織化する権利の承認、制度を構築する占有者の権利は外部の政府当局によって異議を申し立てられない。組み込まれた事業、より大きな体系の一部である。 CPRS に関しては、占有、供給、監視、強制、紛争解決ルールは多層の事業で組織化される。ロサンゼルスの地下水の自主管理をはじめとするフィールド環境とゲーム理論を用いた実験環境において森や湖などの共有資源を効率的に管理できることを明らかにした。自主管理の協力行動を繰り返しゲームで説明した研究は 制度の自己組織化とも関連する。ありがとうございます。